今ただいまの時刻ですね、朝8時42分でございます。金沢港へなぜか向かってます。今日は何をするんですか？釣りです。はい、釣りへ行っていきたいと思います。めちゃくちゃとにかく暑い。今日35度になる予報です。ということで行ってきたいと思います。はい、今日は、こちらの船長さんにお世話になります。よろしくお願いします。お願いします。金沢港のライズです。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。早速行ってきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ乗ります。はい、出港です。出港。あ、どうぞ。邪魔する。初。あ、すごい。おお。いや、こんなに閉じて。出港しました。おおお。アネロンね、酔い止めね、酔い止め、はい、酔いやすいので、はい、巻き続けてればいいです。立ち格好ダセー、マジで。どんなのいや、ピーンってたって。ピーンって。ピーンやね。なんか。酔うんやね。そうや、足がね、足をその上にかける。あ、そうそうそう、そんな感じで。ああ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。うん、いい感じ。やってる感すごいよ。やってる感出てるよ。やってる感出てる？睡眠不足はダメ。だって別に独身の若い時からそんなんじゃなくて、その時は6時間7時間でしょ、うん、やっぱ子育てするやっぱ6、7時間寝た方がちゃんと体調、ちゃんと寝た方が、寝不足一番ダメ。あ、そうなんだ、飲みすぎの二日酔いと寝不足もう絶対ダメです、うん、あ、じゃあもうダメだ私。あとちゃんと、ちゃんと寝てきた？ん？ちゃんと寝てきた？え？うん、3時間か。今日は寝不足だからダメだということです。なので皆様来る際はしっかり寝て。
何してんすか。ちょっと吐きました。猛烈に吐きました。アネトの何だろう。アネトの全部出し。全部出た。体の外から全部出た。じゃ海に吐くの。エサ巻いておけばね。もう今体の中にないから多分吐くことはもうない。あ、気持ち悪いの。気持ち悪い。本当にあのジェットコースター乗った後が100回ぐらい積んでくる。ふわ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 感じ、うん、もうこれ帰れないの。あと何時間だっけ。あと3、4時間。多分死ぬんじゃない、うん、いいじゃん。最後ラストラン。ラストランで次の動画見ないかもしれない。ならない。気持ち悪くよ。全くならん俺。もうあの本当に説明受け取ったら死ぬかと思ったもん。え、どのタイミングでダメだったんだ。いや、来た時はまだいけるなと思って。ただ止まって座っとるからだって。じゃ止まってこうなるじゃん、うん、あれがやばい。だから直して待ってて縦に、うん、横やったから、うん、でもまだ楽だけど、うん、もうダメだ。じゃあこう動いてる時は弱んげんと食べれるけど、止まってこれすげえな。ドラゴンよりすごい。ドラゴンって言われる。スチールドラゴン。あ、バイキング？バイキングよりやばい。バイキングを1時間ぐらい乗ってる感じ。あーと睡眠不足はダメだって。しっかり6時間以上寝て挑むべきです。メイクもバッチリしてきたんでさ、耳でさ、カチャーって食べてさ、全部取れて、これ何？下で寝転がらしてもらえんやん。下のベッドのとこで。ああ、そうだね。ちょっと下が寝転がろうかな。私何してるのこれ。クソ YouTuber。 クソ YouTuber。 ゲロリン YouTuber だ。大丈夫大丈夫大丈夫。出るときは出して。やばい。しかも綺麗な男の子。全然分からんけど、このコブのあるのが男の子なんです。よかったよ。これのこと。違うラグじゃない。あのエアコンのリモコン挟んであると思います。ありやよ。もし大台ならメスであってほしいね。男と女で。もうかな。最後ツッコミ弱くなってない？やっぱタイかな。もう、あ、来た来た。あ、タイだ。タイ？タイ？すげーなー。なかなかやばいよ。
持っとるね。あ、本当だ、メスだ。メスの話だと本当に来た。あなたたちどういうことですか。しかもいいサイズ。綺麗。持っとるね。ありがとうございます。すごいわ。キツ。可愛いね女の子。ヒラマサ、タイ、オス、メス、で、キジハタ、呼吸魚、取れました。何センチ超えだったっけ、タイ。90センチ超え。これ、70、もっと60ぐらい。60ぐらいから測ってないね。めっちゃ重かったよね、うん、でも、うん。すごいね。綺麗です。ヒラさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。すっごい楽しかったですね。実は井村さん5時のパパなんですね。お揃いお揃いなんです。たまたまなんですけど5時パパです。あ、素敵。ということで今日どうでしたかね。今日そうですね、あの昼間だったんで、はい、ちょっと厳しいかなと思ったんですけど、ね、ラインブレイク2回ということで、まあ、大きいヒラマサかなというところで、惜しくも逃しながら最後は立派な夫婦鯛ということで最高ですもんね。最後ですね、最後締めくくっていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。これで仲直り、これ仲直りなんかわからんけど、はい、また金沢だよね。こういうのもありますのでよかったらチェックしてみてください。皆さん遊びに来てください。今日もありがとうございます。はい、ありがとうございました。